麻生藤7月3日から1956年7月20日は、広島県尾道市出身の実業家、麻生藤とも、因島の麻生旅館主、教託因島の女親分として、かつ慎太郎主演のヒット映画、悪名シリーズで、唯一実名で出てくることで知られる。尾道十四日町、現在の十四日元町から、長江のあたりで、タバコ屋あるいは、 宿屋を営んでいた麻生家の三女として生まれる。小学校を卒業後、神戸に養女に出される。これ以降しばらく糸の詳細は分かっておらず、関西で住み込み女中や工事現場の事務員、また北海道に移り住んでいたなど、転々としていた。明治の終わり頃、院の島へ移る。この頃陰の島には、近代的な造船所ができておりその中の一つである。 大阪鉄工所因の島工場の創業と同じ頃に、糸は造船した受け業、麻生組を創業する。業務は造船所への口入れ集まり、人材派遣と船のスクラップ。第一次世界大戦での大正バブルにより島の造船業は最盛期を迎え、その中で麻生組の扱う人数は数百人にも及んだ。彼らは糸を親分のようにしたい。 射程は3000人にも及んだという。また、当時当該からの宿泊施設がなかったため、遊ぶ旅館を開業するとこれも繁盛した。ここには、多くの文人たちが訪れ糸と交流した。その中には、尾崎幸雄や望月圭介といった、政治家、俳人、川島壁後等がおり、壁後等は、山尾水を一と1933年間の中に、糸を描写している。全額から、 後頭部にかけて、一文字に深い刀傷が、髪をジャンギりにして、筒袖にへこび、五尺にも足りない小柄ながら、少々四角、バッタ顔のいかつい格好に遭遇、目の威力が、存在な関西ベラン名の話ぶりにも耳をかしげる、魅力がある。川とお壁きごと、山を水を人を糸と同じように、幼少期を野道で育った、林文子は、 小さい花1934年間で、お陸さんの名前で糸を出している。髪を男のように短く刈り上げ、筒袖の生きなき物に角帯を締めて、その帯にはタバコ入れ、林文子、小さい花、根頭公、悪名では2000人の古文を従いた、因島の女親分として登場する。山を水を人をの刀傷とは、 口入れや家業でのトラブルで襲われた際にできたもので、日本刀で切られるも恐れず退治した。1917年1月16日付、中国新聞、女教閣殺しから約束を実行せぬとて、加害者は電気職工として記事になっている。この元職工が刑務所から出所すると、糸は、しっかり務めを全うせいやと、身元引き受け人となって、自分のところで使うと、 以降彼は糸に振幅したという。そして、糸は稼いだ金を地元に還元した。ハブ幼稚園を、共同出資での開設や、教育資金制度といった、教育分野、排水口設置などの社会インフラ事業、そして、因島の南対岸にあたる粋な島の立石山に、観音霊場と、山道整備や山集園、現在の縦石公園建設などの文化事業、と様々であった。 家業引退した晩年は三周年に移り住み、観音菩薩に帰依した。伊藤春が、名護の文化史幕末から近代まで教科書が教えない、女性史。ありがとうございます。